突然ですが皆さん、自分のキーボードに満足してますか？私は先日、天下一キーボードワイワイ会ボリューム6、略して天キーに参加させていただいたんですけれども、そこでいろんなキーボード、自作キーボードですよ、あらゆるキーボードを見せていただいたことによって、自分自身のキーボードに対する解像度が上がってしまいました。しまいましたとあえて言ってるのは、本当にね、今まで何も気にしてなかったのに、なんかキーボードのこといろいろ見た結果ですね、なんか自分の環境が良くねえなって思うようになってきちゃったの。まあこれ成長でもあるけど悲しいことでもあるよね。何が悲しいのか。今までの私のキーボード、こんな感じでしたね。僕はいつも10キーがなきゃいけないっていうんで、このマジックキーボードの10キー付き日本語キーボードをずっと使っています。これの良くないところ何かっていうと、ホームポジション、こうです。で、マウスをこう触って、基本的に動画編集はこのスタイルでやってます。これが私の動画編集スタイルということで、まあ何も考えずにね、こうやって日々仕事をしていたわけなんですが、10キーに行ったことで気づいてしまいました。この右手です、右手。この右手。距離が遠い、これ、距離が。距離が遠い、これ。この気持ち悪さを感じるようになってしまったんですよ。ここにね、10キーが挟まってることによって、マウスがね、本当はだからマウスはこの辺だったらいいんだよね。この辺だったらこれはこういけるんだけど、ここに10キーが挟まることによってマウスがこっちに行かされちゃってるわけ。テロップの位置とかこう調整してテロップ打ち込んで、こうやってテロップ打ち込んで、こうやってテロップ打ち込んでみたいな。このめんどくささに気づいてしまって、あーなんか気持ち悪いなって思うようになったんですよ。でこのタイミングでですね、私の手元には実はこういうものがございまして、はい、こちらのキーボード。以前自作キーボードでお世話になった YYNMT さん、通称ナナメさんからいただいたものなんですよ。これ組み立てて送っていただいたんですよね。これはですね、ステラ23、ステラ23っていう左手用の10キーです。これをね、わざわざ組み立てて俺にねプレゼントしてくれたのよ。私ですね、最近ブレンダーの勉強をし始めまして、ワイワイさんとかナナメさんもブレンダー結構使えるらしいのね。で、ブレンダー使うときにはこういう左手用のデバイス使った方がいいですよっていうんでプレゼントしてくださったんですよ。で、これの使い方としてはですね、これ左手用デバイスなんで、こうやってキーボードのこの左側に置くわけ。で、これが10キー代わりになるのね。で、ブレンダーっていうのは10キーの方の数字、ここの数字じゃなくて10キーの方の数字、こことこことこれだったかな、これを押すことによってその視点をね、 X 軸 Y 軸 Z 軸でパパパパパって変更できるわけだから、10キーが結構必要なのよ、ブレンダーって。で、もちろんね、こっちのキーボード、マジックキーボードの方にも10キーあったけれども、俺はこれでひらめいたんですよ。そうかと、ひらめいたというか、ようやく左手に10キーを置くということの意味を理解したんです。10キーってだから今言ったようにこうなってると、この10キーが間に挟まってこう遠いじゃん、遠いじゃん。しかもホームポジションもさ、左にずれてんのよ。本当はこれ真ん中にこう置きたいんだよ、真ん中置きたいんだけど、ほらマウスがもう画面から外れてるでしょ。でももともとほらここスペース空いてんじゃん、左手に。なんで右ばっかりなのって話じゃん。10キーも右、マウスも右、全部右ばっかりじゃん、おかしいじゃん。だったらここに左手側に10キーを置くことによって、ここの10キーをなくしちゃえばマウスがこう来るわけだから、真ん中にキーボード、左に10キー、右にマウスで、めっちゃバランス取れんじゃんということをようやく理解したんです。ということで、次に僕が何をしたかというと、こうしました。はい、これはですね、過去にうちの C さん用に購入した iMac に付いていたキーボードを C 様からお借りしてきました。これはすごいでしょ、マジックキーボードの10キーなしバージョン。それをこうするわけ、こうすれば完璧じゃんと思って、もうこれが俺の完璧セットだっていうことで、ここ2、3日これで仕事してたんだけれども、これもこれでちょっと不満があるんですよ。何かというと、ここ矢印キーがですね、ちっちゃい。この10キー付きのめちゃめちゃ長いマジックキーボードがキュッとコンパクトに収まってはいるんだけど、ちょっとコンパクトにしすぎ。矢印は結構使うのよ俺。だからこれだとね、ちょっとカットしすぎなんだよね。ここだけのキーボード出てくれてたら、俺的にはもう完璧だったかもしれない。で、これは、有線キーボードなので、ケーブルを挿す必要はありますね。だから、リアルに言うと、まあ、こういう感じかな。こうなってるって感じ。これワイヤレス、ワイヤレス、これ有線なんでね。こう打って、こう打って、ここの距離近くなったね。ここの距離はめっちゃ近くなったんだけど、さらに細かいこと言うと、まあ、この辺でやってんだよ俺。この辺でやってるから、ここ結構開くんだよね。もうちょっと長くてもいいよみたいな感じ。で、こっからです。
このマジックキーボードのコンパクトバージョンだとちっちゃすぎるっていうところから新しいキーボードを買おうということになりました。で、僕は X で、ポストしました。点キーいらない、大きい矢印キー欲しい、ファンクションキーいらない、パームレスを置きたくない、ワイヤレス。これ一個ずつ解説すると、点キーいらないはさっき言ったでしょ。で、大きい矢印キー欲しい、これね、ちっちゃいから大きい矢印キーが欲しい。あとファンクションキーいらない、これね、俺ね全然使わないんだよ。あとパームレスト置きたくない。結構ね分厚いキーボードだと手がこうなっちゃうから、こうなっちゃうから、ここにパームレスト置かなきゃいけないってやつがあるんだけど、僕もね過去に、瀬戸康史リアルフォースどうなったんだ、リアルフォースどうなったんだってこのコメント欄にも書かれそうだけど、定着しなかった一番大きい理由はパームレストです。やっぱねここにでっかいの置きたくないんだよ。だからキーボードの中でもロープロファイルって言われるような背の低いパームレストがいらないタイプのキーボードがいいなっていうのが一つ。あとはやっぱり、ね、ケーブルをねいっぱいビョンビョン増やすのやんで、ワイヤレスがいいという、この条件で、ポストしたところですね。やはりすごいですね。もう天気の会場で、知り合った方たちからですね、もういっぱいいろんなアドバイスをいただきまして、その中からですね私一つに決めさせていただきました。それがめっちゃ可愛いの手に入れたよ。僕が買ったキーボードはこちら、てってて、ヌーフィーのエアー60とそのケースです。いやめっちゃ可愛くない、これ。先ほど言った条件のすべてを満たす。まあそれ以外にもちょっと条件が途中で出てきたんだけれども、やっぱあるじゃん、人それぞれ、これがいい、これが良くないとか。ピーン、ケースも可愛いでしょ。ティーネージエンジニアリングみたいでね、このデザインが気に入ったっていうのも一つあります。せーの、ドン、せーの、てってて。これ中国のメーカーみたいですね。ここに中国語とかも書いてありますからね。中国がねすごいんだよ、可愛いキーボードとかね、いろんなキーボード、見た目は可愛いんだけれどもちゃんとキーボードとしてもしっかりしてるんだよとかね、そういうお話も聞いたりとかしてですね、非常に可愛い。おいつい、おいつい、どうしたどうした、どうしたどうした。こういうのもいいよね、遊び心めっちゃあるやん。アップル製品もこういうか、アップルのキャラクターとかさ、アップルのなんかこういう美少女キャラクターとかも入れといてほしいよね。ハローとかハローとか言ってる場合じゃないのよ。はい、こんなの入ってますね。これ誰？公式キャラクターなのかな？これシールなの？お、シールになってる。ちゃんとこれペリって取れるようになってますよ。ステッカーだ。すごい。ニューフィー初めて買ったけど、ニューフィー。で、これが説明書かな？うん。で、これなんだ？ポスター入ってる。この子誰、この子誰、なんか VTuber みたいなのが入ってるよ。俺が買ったこの AR60 のキャラクターってこと？めっちゃ可愛いんだけど。ほら、AR60V2。これこの機種の型番なんだけれども、これのキャラクターってことなのかな？可愛らしいじゃない。で、裏が、あ、これがマニュアルみたいになってるね。クイックガイドみたいな感じになってますね。今ね、一見ね、あ、瀬戸さんめっちゃ可愛いキーボード、私も欲しい、僕も欲しいって思った方いるかもしれませんけど、これはですね、おそらく非常にハードルが高いです。なぜかと言いますと、よく見ていただきたいんですが、私が今まで使っていたのは、はい、エンターキー見てください。でっかいですよね。で、刻印もね、ちゃんとひらがながいっぱい書いてありますよね。これ日本語キーボードなんです。日本語キーボードだったんだけれども、いろんな面白いキーボードを試すためには、この、US 配列のキーボードに行かなきゃいけないということに私は気づきました。はい。すごいね、なんか。かわいい。これ何？ニューフィーだ。これ発音記号だね。ニューフィー。おー、なんか、すごい楽しい。すごい楽しいんだけど。うわ、おー、いい重さ、いい重さ。じゃあちょっと開けてみますね。せーの。へい！あー、かわいい！ティーネージエンジニアリングやん。ティーネージエンジニアリングやん。ティーネージエンジニアリングやん。うわー、かわいい。いや別にこのタイピングを聞きたいわけじゃないね、みんな。あー、いいね、いいね。はい、ここ見てください。大きい矢印キーついてます。
で、このシフトがちょっと小さい、右シフトが小さいっていうのが、普通のキーボードとちょっと違うところっていうふうに言ってましたね。あとデリートがここにあってっていうことかな。で、後ろは、こんな感じで、ペリ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 、うわー、ピカピカー、あー、セントさん見える。で、ちょっとこっからが一番、もう俺が一番熱いと思ったところなんだけど、まずここね、まあ皆さんわかりますよね。こうやって足をこう2段階に立てることができると。で、これ一番熱いなと思ったのが、これ、なんと、MacBook を開けて、ここに、ぴったり行くらしいよ。はまった？あ、うわ、これ打てるよ。これね。打てるでしょ？これね。で、これで、こういって、置いたよ。置いたよ。ほら、いかないでしょ？どんだけやろうが、この下のキーボードを押しちゃわずに、これを置けるってことなの。これやばい。もちろんこうやって置くときにね、ちょっとゴツゴツっとなっちゃうけど、ちゃんと置いちゃえばもう、うわ、やば。で、これワイヤレスですから。ワイヤレスなんで、これでこの MacBook につなぐことで、この自分のお気に入りのこのニューフィーを MacBook Pro でも使うことができる。いや、すごい。しかもなんかちゃんと行くぞ。うん。パームレストも全然いらない。うん。で、こう一段奥にずらすこともできるね。うん。一段奥にずらすことも可能です。ああ、いいじゃん。めちゃめちゃいいんだけど。まだこれ繋いでないから打てないけど、これで打てるわけ。音いい。あー、すごい。はい、すごいでしょ。なんでこんなことができるかというと、ここに緑のね、足、ゴム足がついていて、これがちょうどその MacBook のキーボードのこの間にポチョンって入るわけ。だからこれで言うと、こういうとこね、こういう隙間のところにポンって入れるようにできてると。だからこれもいけるってこと？これもだからハマるわ。これもハマります。これもハマりますね、スパッと。よくできてますね、これ。で、ちょっと幅比べてみましょうか。あー、ちょっとだ。あ、でも幅そんなに変わんないんだね、これ。すごいね。ちゃんと幅はほぼ変わんないのに、ちゃんとデカ矢印がついてて、で、スペースバーめちゃ長いです。ただ、その分、これがないんです。ね、日本語と英数を切り替えるときに、英数かなが、US キーボードにはありません。今僕嬉しそうに喋ってはいますけれども、実はすごく不安も多いです。それなぜかというと、この日本語配列のキーボードから US 配列のキーボードへの移行というのは非常にハードルが多いんですね。これめっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛いけれども US 配列しかないんです。こういうこと。日本語配列にこだわっているとですね、どうしてもこういう可愛いキーボードを見つけても使うことができないんですよ。なぜなら US 配列だから。 US 配列を使えるようにしておいた方が世界中のいろんな可愛いキーボードを使うことができるっていうことなんです。だから僕はこのハードルを乗り越えたい。瀬戸康史の動画。なんかいっぱい入ってるな。なんかいろいろ入ってますね。なんだ、なんか初めて買う商品だから楽しい。はい、こちらはですね、キーキャップを抜くやつですね、これ多分ね。こうやって、これで抜くのかな、これで抜くのかよくわかんないけど、両方使うんだろうな、多分。このキーキャップっていうのは交換することができます。軸とキーキャップ両方変えることができると。だからこうやって、これで抜くのか、これで、あ、抜けますね、抜けますね。で、これを、これはこれで挟むってことか。あんまりちょっと壊したくないんで、この辺にしておきますけれども、キーキャップ、および軸を変えることができるということですね。かわいいな、めっちゃかわいい。はい、これなんだろう。あ、これケーブルか。なんだろうね、これ何用なんだろう、わかんないけど、短い USB-C ケーブルと、このキーボード有線でも使えるんで、有線用のケーブルってことかな。こちらは L 型のタイプ C にタイプ A のケーブルですね。ちなみに USB-C端子はこっちにありますね。ここにこう刺すってことだね。ここにこう刺すと。
ことですね。かわいいね、ここになんかスイッチもあるね。はい、こちらがオフ、ワイヤード、ワイヤレスと書いてあります。どのように接続するかっていう選択と電源を兼ねてるってことかな。あとは Windows と Mac、 やっぱどっちでも使えるようにっていうことなのかな。すごいなんかかわいいよね、かわいいよね、よくできてるよねこれ。でこれグレーとブラックマンのね。でそれもめっちゃ迷った、グレーとこの白どっちにするかで最後までめっちゃ迷ったんだけど、このホワイトにしました。はい、じゃあ次、うわ追加のスイッチと 2.4GB レシーバー、Bluetooth 接続も確かできるんだけど、このレシーバーで接続することもできると。だからこっちの方がなんつうの、精度が高いというかね。まあ USB 端子1個使っちゃうんだけど、これどうやって使うんだろう。あ、こうなってんだ。へえ。だからこれをパソコン側に挿して、これでワイヤレスでつなぐと。それもできるし、Bluetooth 接続もできるよっていうことですね。あと追加のスイッチってなんだろう。これだからお試し用のスイッチってことかな。これ全部下は赤軸。なんだっけ、赤軸じゃねえや。カウベリーっていうやつにしたのね、中の軸。音が静かめなやつにしたんだけど、まあ、こういうスイッチもありますよ、試してみてくださいねっていうことなんじゃない。だからこの軸も変えることができるから、もしねこのキーボード その打ち心地とか音が気に入らないなってなったら、別に買い直す必要がなくて、このキースイッチを買って全部入れ替えちゃえば、打ち心地とあと打鍵音も変えることができてしまうっていうね。すごい、これがだからホットスワップ対応っていうことみたいですね。はい、素晴らしいですね。もう全部が可愛いんだけど。そして最後、はい、追加のキーキャップ、キーキャップも入れてくれてんの。こうなって、そっか、これエンター赤だけど、これ緑にできるよとか、このエスケープも今緑になってるけど、これ赤にできるよとか。え、ちょっと猫ちゃんいるんだけど、オプションオルト、これは Windows の場合はオルトで、オプションだったら Mac とかね、 Mac と Windows で変えるとかね。このコマンドもコントロールボタンがあるってことかな。あれコントロールないね。ね、 Windows の場合これコントロールだよね。追加のキーキャップも入れてくれてる。いいね、めっちゃかわいい。瀬戸康史の動画で、これは今から僕がやることでもあるんだけれども、ここコマンド、オプション、コントロール、キャップスロック、なんかこの位置が嫌だな、変えたいなみたいなのも自由に設定することができます。ある程度慣れてきたら別の動画でちょっとやろうと思うんだけど、これね、この左手キーボードなんだけど、どこに何を割り振るかっていうのもブラウザ上でもうできんのよ。全部レイヤーをね、15個まで作ることができて、例えばフォトショップの時はちょっと2番目のレイヤー行こうみたいな、俺はここの小指とここを押しながらこうすると2番目のレイヤー、3番目のレイヤー、4番目のレイヤー、5番目のレイヤーみたいな感じにしようかなって今のところ思ってるんだけど、そういうのも自由に自分の好きなレイアウト作れるっていう、いやめっちゃすげえなと思って今ちょっと興奮してんの。だからこれをね、自分だけの左手デバイスを作るぞって言って、今少しずつキー配置とかを考えてるんだけれども、そういうのもできたりとか、これも多分できると思うんだけど、もう本当ね、キーボードめちゃ楽しい。ちょっと待って、今何時？やばい、変えないと。やばい、変えないといけない。もう変えないといけないんだけど、ちょっと待って、これだけ開けさせて、これだけ。かわいいよね、これね。これは、先ほどですね、MacBook Pro の上に置いたでしょ、キーボード。上に置けるってことは、持ち運べるってことなんですよ。MacBook と一緒にこう移動するわけだから、やっぱケースも必要だということでケース買いました。これもですね、2色あって非常に迷ったんですけれども、これは、こうして、やっぱ黄、あ、でも黄色、商品画像だとめっちゃ黄色だったけど、こう見てみるとオレンジだね。ちゃんとできてるな。ちゃんとできてる。こうして、こうして、ピン！こうなって、これは？あ、お、すげえ、マグネットだ。ここになんか溝があるね。多分これがこういくんじゃない？溝がね。こうじゃない？こうだよね、きっとね。うわ、すげえ、マグネットだ。うん、こうする分には全然いけます。はい。で、こうして、で、こうして、だこうだね、うん、でくるくるって巻く感じだね。あー、横から滑り落ちることもないですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。でこれね、なんかね、スタンドにもなの。それを最後にやりたい。なんかスタンドになるのよこれ。あ、こうなってたでしょ、こうなってたのをこう開けるじゃん。で開けてこう出てきますよね。でこれをこのままこう立てて、後ろ側ここにボタンがあるから、ここにこれをこう止めんの。
こういう状態になるからこれをこう置くんだ、うん、であれよなんかね iPad mini でしょ、でここに iPhone これができちゃうっていう、こういうこともできちゃうっていう。でこれは今ミニだったけれどもでか iPad、 このねお風呂の蓋を折り曲げた状態で、はい、いけますね。あー素晴らしい素晴らしい。まあ別にこのケース使わなくても、正直できるっちゃできるんだけどね。このお風呂の蓋自体にこれがついてるから、まあこうお風呂の蓋を置いて、でこれはこれでこうやって置くっていうね。まあこれもこれでこれでもいいかもね。これでね、まあこれの方がいいか、これの方がいいか。まあでもケースでもそれができるよっていう機能がついてると。いや可愛いでしょこれ。もうちょっと写真撮っちゃおう、写真撮っちゃおう、シャオミで写真撮ってうちの C さんもねこれ可愛いっつってたからさ。はいチーズ。あーこれだ、これこれですね。いやーこれは可愛い。瀬戸康史の動画。いやー定着するかなこれこんだけ興奮しといて定着するかどうかはまた別なんで、 US キーボード非常に日本語配列から移るにはハードルが高いので、まあどうせ瀬戸は続かないだろうぐらいでちょっと見といてください、ね、まずはね天気に行った、なんだろうな、自分が成長したんだぞっていうことを示すための一つ目、俺はこういう 60% キーボードっていうのを買うんだとね、一つ達成できたんでこれ一つ達成できたんで、しばらくこれを使ってみたいと思います。それではこのキーボードをしばらく使った瀬戸康史さんどうぞ。やっぱマジックキーボードのシフトが打ちやすすぎるんだよね。ちゃんと左右対称にパンってついてるじゃん。これで俺めっちゃ慣れちゃってて、そのことに自覚がなかったのね。ほら見て、こっちシフトこうあるけど、もうなんかこっち気持ち悪いじゃん。